先行予約もやってます。あと、スタンプラリーもまたありますので、もしね、初めて来るという人も、初めてじゃないけど、全部サマソニ回ったことない、会場回ったことないという方はですね、いろいろとこの、スタンプラリーで、様々なところでスタンプを押して、いろんなツアーができるようになってますので、まだ行ったことのない